皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはハレルヤさんです。ぜひチャンネル登録お願いします。麺屋ハレルヤのセカンドブランドでワンコインの煮干しラーメンが食べられる和食バル、札幌の中心地にあり常に賑わっています。煮干し中華そば醤油500円、スープの煮干しの香りが食欲をそそるあっさりとしたワンコインラーメンです。いただきます。うるめ、顎などを使ったすっきりとした煮干しのスープは雑味がなくとっても飲みやすい。かなりあっさり系のスープなのでグビグビ飲んじゃいますね。四角く切られたネギがスープに合っています。煮干し感はそこまで強くないので煮干し好きにはちょっと物足りないかもです。特注の中細ストレート麺は細い代わりに量が多く入っています。チュルチュルっとした喉越しがいいですね。細めのストレート麺ってお箸でつかみにくいことがありますが、ここのお箸はギザギザが入っているのでつかみやすかったです。500円であさり系ということでボリュームは期待していなかったのですが、結構お腹いっぱいになりそう。チャーシューは薄くて味も主張しない程度についています。すっきりとしたラーメンに合わせている感じですね。具材はチャーシュー、タルト、メンマ、海苔、ネギ。全体的にはシンプルなんですけどワンコインなので満足です。煮干し中華そばに鶏の唐揚げが乗った鶏唐揚げ中華そばも600円、安いですね。そして煮干し中華そばのハーフサイズと日替わりのおかず、小ライス、サラダがついた本日の定食850円も人気です。コスパ良すぎ。店内はバルなので暗めの雰囲気がおしゃれです。女性のお客さんも多く入りやすいですね。ちなみに麺屋ハレルヤで行った煮干しだしやチャーシューの仕込みを分けてもらうことでコストを抑えているそうです。この立地でワンコインで提供できるのにはそんな秘密があったんですね。素晴らしいです。美味しかった。ごちそうさまでした。地下鉄大通駅一番出口から徒歩3分、駐車場はありません。席数は34席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。